岡本光成君、えー、国民主党の岡本です、えー、それでは早速、えー、質問に入らせていただきますが、えー、今のまでのちょっと議論を聞いてて、まあ、最初とあの、農林水産省と今日はあは文部科学省、それぞれ政務の方にお越しいただいてますが、ちょっとその質問に入る前に、あの私、大変昨日の厚生労働省の説明、私、不誠実だったと思ってます。それはです、ね、今のの除外率の話 まあ、後ほど私、質問します、午後、資料のね、私のお配りしている資料の、えー、何ページかな、えー、5ページ、これ、公務部門におけるです、ね、同様に障害者雇用、あのしなくていい、えー、こういう職員、これは何かというので、皇宮護衛官以下、いろはに歩兵とと書いてあるわけですが。 この説明をする中で、なぜこの制度があるのかっていったら、民間の除外率の話をし始めたで、除外率があって、これがあるから、民間にもあるんですよ、こういう説明をしていた、ところが今の話で、これ廃止する方向だというんだったら、昨日の説明はおかしな話なんですよ、ですから、私はここで大臣に言っておきます、午後も質問があります、そのときに聞いたんです。 改めてもう一回聞きますから、ここの別表1に掲げるあの職員が、もし法定雇用率かかった場合には、一体何人あと公務員に採用しなければいけないのか、これ、質問通告してますけれども、改めてもう一度聞きますから、ちゃんと精査しておいてください。で、私はあ今のお納付連携の話を先にやりますけれども、これ、本当にあの除外率の話の説明は、誤った説明を昨日してましたから。 午後までの間にどういうレクをしたのか、もう一回大臣、きちっと言ったものに聞いてください、局長に聞いてもわかんないですよ。さて、えー、農福連携に入りたいと思います。えー、今回、まあ、というか、これまでも何遍も聞いてまいりましたけれども、農業における障害者の、えー、収納、私は応援したいと思ってます。で障害を持つ皆さん方があ、まああ、いろんな就職先があっていいんじゃないか。 そういう中で農業魅力的だと思っています。まあ実際どういうようなあイメージで経営をしているのか、もしくはあの障害者が収納したこうしたあ状況の中で経営者がどういう利益もしくは売上を上げているのかこういうことをですね、きちんと評価をするべきだとこういう話をしたわけです。まあところがですね、売上高は報告をさせているけれども。 利益がどう変わったかまでは見ていない、収納している農業の収納者の数はカウントしているけれども、そうした経営に与える効果、他の農業法人も手を挙げてみようと、こういうものをやはりきちっと集積していくべきだと思います、今の交付金のあり方では、そこまで求めていないということでありますが、厚生労働省とよく協力をして、このです、ね、収納による農業への効果、貢献。 もちろんあのデメリットもあるかもしれませんそういったものをあのちっとまとめるべきだと思います副大臣のご答弁をいただきたいと思います小里農林水産副大臣、はい、ご指摘ありがとうございます農水省が補助している農福連携対策ではこれまでに事業実績報告におきましてお話のとおり雇用人数や売上等に,につきましては 報告を求めているところでありますけれども、事業収入によって利用者等へ賃金や工賃が支払われていることや、経常収支について等は報告を求めてこなかったところであります。農福連携対策の事業実施主体が社会福祉法人の場合は、障害福祉サービス事業所の事業運営費の一部に、障害福祉サービス報酬として、 公費が入ってていいるるとと承知をしているところであります今後は厚生労働省とも連携を図りまして、当省が実施をする農福連携対策について、事業収入で利用者等に賃金や工賃が支払われていることを確認をするとともに、経常収支の実態を把握をすることによりまして、農水省が補助する事業の適正な実施に努めてまいりたいと思います。 深本光則経常収支と言われた以上はあの、障害者に関わる部分だけじゃなくて、その農業法人の全体の収支を見ていただける、そういう理解でいいですか、要するに、あの事業を区切って、えーまあ、例えばトマトだけ、えー、例えばキュウリだけ、こういうふうに見ずに、全体として、えー、例えばその農業法人がどう変わったか、そこまで見ていくと、こういう理解でよろしいですか。小里副大臣 お話の通り、厚労省とよく連携してしっかり趣旨に沿うように対応してまいります。岡本光則君、あのちゃんと見てくださいよ。やっぱりそれは他の農業法人が手を挙げるかどうかの重要な私は情報になると思います。もう一つ、いや私の地元の特別支援学校にも何遍かお邪魔をさせていただいて、就、え、農、ー、まあ,あ生徒さんにですね、新たなあの就職先として。 提供できないか、いろいろ模索しています、でこれまでもです、ね、生徒さんが補助に行くための交通費、要するに、普通の工場なんかは駅のそばにあるバスで行けるというところもあるでしょうが、補助はかなり離れたところにある、場合によってはタクシーで行かなきゃいけない、こういうときの交通費などは、今、さまざまな方法を使って、公費から見ていただけるようになりました、そこはありがたいと思います。ただですね 実際、どこにそういう農業法人がいるのか、どういったところに窓口があるのか、こういうのがわからない、それは現状だと思います。で、これはまずは農林水産副大臣の方に聞きますが、こうした窓口をです、ね、きちっと分かるようにしていく、そして当座です、ね、速やかに、えーまあ、学校さんが問い合わせる窓口、例えば農政局、都道府県、えー、速やかにですね、 そうしたものが窓口になることを、文科省と連携をし、そして、えー、周知をするで、文科省の方には、これについてきちっと教育委員会に周知をする、これをぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか小沢農林水産副大臣、はい。農福連携の取り組みを全国に定着、拡大をさせるために、全47都道府県が参画をした、 農福連携全国都道府県ネットワークが平成29年7月に設立をされておりまして各都道府県の福祉部局もしくは農林部局の担当課に事務局が設置をされているところであります。これらにおいては関係者等への意識啓発や農福連携に係る人材育成等の活動を行うとともに農福連携に係るさまざまな問題の 相談窓口として機能をしているところであります。ましかしながら、こうした窓口の存在について十分知られるまでには至っていないと認識をいたします。各都道府県の納付連携相談窓口について、文科省とよく連携をして通知を発出を発出をするなど、教育部局を含めたより一層の周知徹底を図ってまいりたいと存じます。 中村文部科学大臣政務官お答え申し上げます特別支援学校において、農福連携の取り組みを行う場合には、地方公共団体の教育、福祉、農水部門の連携が重要と考えております。しかしながら、ご指摘のとおり、特別支援学校が農福連携を行うにあたって、農福連携に関する相談先が分からない等の課題があると聞いております。 こうしたことから、文部科学省としては、農林水産省が取りまとめる農福連携相談窓口に関する情報について、農林水産省と連携して、各都道府県教育委員会等に対して通知を発出するなどにより、農福連携の取り組みの推進を図ってまいりたいと思います。岡本内則君。まあ当然その連携をしした結果として、生徒さんたちが、 就職した数、これはもうかあの把握をされているということでありますが、実際どのくらいの方があそうしたです、ねえー、農業法人等への、えーまあ、あ実習、いわゆるマッ,マッチングというべきでしょうか、あの実際に農業法人の方からしても、えー、どういう方に、えー、来てもらいたいか、それぞれあるでしょう、そういう意味で、やはりこのマッチングが重要だと思います、そういう意味で、えー、きちっとマッチングをした生徒の数。 もしくは補助で実施をした生徒の数、こういった数、これまでカウントしてませんでした、それをです、ね、きちっとカウントをして、それが増えたのか減ったのかを見る必要があると思います。それをやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。中村大臣政務官。お答え申し上げます。障害のある生徒の自立と社会参加に向けて、職業体験をはじめ、さまざまな体験活動を充実することは重要であると考えており、 まあその一環として、農業体験活動を行うことは、有意義であると考えているところであります。文部科学省としては、各特別支援学校において、児童・生徒の興味関心、障害の状況や特性、心身の発達の段階、地域の実態等を踏まえた体験活動が行われていると承知しておりますが、議員ご指摘のとおり、現時点では農業体験活動の学校ごとの実施状況、 ままた就業状況についてては把握をしておりません、えー、今後、速やかに調査を行い、特別支援学校における農業体験活動の実施状況の把握に努めるとともに、引き続き農林水産省、厚生労働省等と協力して、農福連携の取り組みを推進,して推進してまいります岡本光成君、まああの、もちろん農業だけじゃありません、いろんなね、あのやっぱりあの職業に、えー、ついていただくためには、そういう経験をする必要がある,あるんです。 まあ本当にですねこれ政務官に来ていただいて、この場できちっと言っておきたい、最初に来た役所の方は、数を数えることができないって言ったんですよ、そんなことありえないでしょと言って、昨日大だいぶやり取りがあって、ようやっとこの答弁です、そういう意味で、政務官からもですねきちっとですね政治家として、これ、問題意識を理解していただいたと思いますから、これ、数が数えられなければ、実績が出たのか出ないのか、政策がうまくいったのか分からないんですよ、ね。当然のことなんですしたがって きちっと政務官としてそこを見ていただきたい、よろしくお願いをしたいと思います、でなぜこういう話をするのかあの、農福連携のところでも言いましたけれども、就労継続支援 A 型というこの事業はです、ね、本当にこの 障害を持つ皆さん方の雇用の場として、これからもあり続けることができるのか、ちょっと疑問に思っているんです、それはなぜかというとです、ね、厚生労働省の方針として、3ページ目にありますけれども、就労継続支援 A 型事業所はです、ね、29年4月から、 このような流れの中で、経営が先ほどの話で、ちゃんと収益を上げ、その収益で賃金が払われていない場合などは、この実態調査に基づいて、経営改善計画を作らなければならない、そして1年後に実態調査がまた入り、そして経営改善計画を作成する、これが2年続くと、この A 型事業所は廃止になる可能性がある。 こういう理解でいいですね。橋本障害保険福祉部長今、ご指摘いただきましたこの流れでございますが、まあ、基本的にこちらの方で定めております要件を満たさない場合に、改善計画を定めていただき、そして1年後の状況を見、さらにまたその状況がまだ十分でないというときに、さらに1年やっていただくということになるわけでございますが。 まあそれでもなおというときにつきまして、改善がなお見込めるということで、都道府県の方が認めた場合におきましては、以後、計画の再作成を認めるかどうか、一定の条件を満たした上で、都道府県等が認めればまあ可能という形で、そこのところは一律にいい指定を取り消すというふうな対応するものではございません。本 成君いや、もしこれをどちらなのかというのが非常に重要なんですが、まあ、一律ではないにせよ、廃止になる可能性がある、そういう理解でいいですよね橋本福祉部長。 まあこの経,改善あの経営改善計画というものが十分に果たされていない場合には、勧告ということを行うことになってまいります。でまあ、この勧告の効果もなお見込めないということである場合には、あ命令ということも行わなければなりませんし、その上で指定の取り消しをいなするか否かということを判断していくということでございま岡本、つまり指定の取り消しまであるんですよ。そそれれで今 A 型事業所がどれだけあってそのうち 何割が、何箇所が経営改善計画の作成を求められていますか。橋本福祉部長平成29年12月末の時点でございますが、経営状況を確認できました就労継続支援、A、型事業所、3036箇所のうち、経営改善計画提出の必要がある事業所が2157箇所ということで、全体の約7割となってございます。 なお、最新の状況につきましては、現在、都道府県等に対しまして、平成30年度末時点での状況を調査しているところでございまして、いずれにいたしましても健全な運営の確保をして,してまいりたいというふうに考えております岡本光成君。その2157か所では、何人の障害のある方が働いているんですか橋本福祉部長。申し訳げません、今、現在、その数字は手元にございません。 それも通告したいはずですよ、何人働いてるんだと、いや、少なくとも2000人以上はいるんですよ、2100人以上いるんです、それ以下ということはありえない、これだけの人たちが今、要するに経営改善計画が満たされなければ、取り消しの可能性があるところで働いているという、この状況ですよ。で、今日はあ副大臣政務官にもちょっと残っていただいたのは、今お話を聞いていただいたように、これ、きちっと経営ができてない場合にはですね、 今の話で、取り消しの可能性があるということでもありますから、農福連携で一体どういう,う,う、まあ、収益が出てきているのか、こういったことをきちっと見る、そしてまた、文科省においてはです、ね、生徒さんを紹介をする、斡旋をするときにです、ね、その斡旋先の経営状況もきちっと見る、これは極めて重要だということをぜひ2人の政務に聞いていただきたくて、ちょっと質問が終わった後も残っていただきました。 お2人の方あの、すいませんあの、お時間を取りましたけどこれであのもしあのよろしければ、退席していただいたら結構でございます。さて、えー、なんでこの就労継続支援 A 型がこういう形になっているのか、えー、2ページ目のところにご覧いただきますように、これ、結局ですね、えー、モデルケースで、えー、考えてみると、これも通告してますけれども、実際に報酬だけ。 要するに売り上げがなくても、報酬だけで、場合によっては経営者に利益が出る、こういう仕組みが考えられる、こういう理解でいいでしょうか、つまり、えー、報酬売り上げ、昨日はパン屋の話し,しました、パン屋さんがあって、パンを作ってるけど、パンは全然売れない、でも結果として、えー、この報酬が入ってくるから、事業を継続できる、つまり報酬頼みで経営をしていくことが可能なのか、やはりきちっとパンが売れるように努力をしなきゃいけないよね。 この話をしたのをバックにいる皆さん、覚えていると思います。そのときに、本当にこれで、えー、いわゆる報酬頼みでやっていくことに問題があるからこそ、経営改善計画を出すわけです。したがって、報酬だけでやれてしまうこの状況、これは現にあるという理解でよろしいでしょうか橋本副市部長。今、委員からご指摘ございましたように、 まあ利用者に賃金を支払うための十分な生産活動ということを行わずに、国からの補助金ですとか、あるいは障害報酬ということを頼りにして運営している就労継続支援 A 型事業所が存在しているというご指摘は、私どもとしてはも承知をいたしております。まあ、このため、平成29年4月から、就労継続支援 A 型の指定基準を見直しまして、 生産活動収入から利用者である障害者の賃金を支払わなければならないということにいたしまして、これを満たさない場合には経営改善計画の提出を義務づけ、経営改善に取り組むということにしているわけでございます。ままた昨年のの4月の障害報酬改定におきましても 就労継続支援 A 型事業につきましては、補助金等を目当てとした安易な参入を防止し、支援コストに見合った適正な報酬とする観点から、利用者の平均労働時間に応じて報酬を支払う仕組みに見直しをいたしました。こうした取り組みによりまして、利用者に賃金に見合う労働の機会を提供していただく仕組みを強化しておりまして、引き続き健全な経営運営を確保していきたいというふうに考えております。 深本光君私はその、その質問は最後に聞こうと思ったんです、私が聞きたいのは、今の報酬体系の中でも、お実際に報酬だけをた頼みにして、経営をけあの継続することができる、そういう報酬体系になってい,いるんじゃないんですか、もちろん報酬はね、いろんな意味でね、あのサービスをするために、えー、報酬を下げろと言ってるわけじゃないんですよ、私は。ちゃんと事業が継続できるかどうかの評価が、 私は十分できてないんじゃないかと、そもそも最初にきちっと事業を始める前にです、ねえー、十分狙えているのかどうかというところについて、疑、え、義、ーねえー、を持っているわけでありますが、これ、現状の報酬単価でいけば、当然、報酬単価だけで経営が成り立ってしまう、こういう報酬単価にあるということは厚生労働省として認識をしている、そういう理解でよろしいですか橋本部長。 先ほど申し上げましたように、 まああの A 型事業所でまあやまあ働いている障害者に対する賃金これはあの補助金や障害報酬を頼りにしてそこから出してを出しという形であってはならないということで経営改善計画の提出というふうな対応を取っているわけでございます。まああの障害報酬として支払っておりますのはまあそこで A 型事業所のところにいるまあ障害者に対する指導を行う指導員ですとかそういった方々の人件費などそういった事業運営の中に当てられるべきもので。 ございまして障害者に対して賃金として払う部分というのは、基本的にこの生産活動の中から支払っていくという、そういう考え方でございま岡本のとそんな考え方は聞いてないんですよあの、報酬体系、報酬の中で、経営が成り立ってしまうという、そういう認識があるのかとこういう聞いてるんです、もうこれ、時間になりますから、午後にまたあのいろいろ聞きたいと思いますが、いずれにしてもですね、あのきちっと A 型事業所があ収益が上げれるようにしなきゃいけない。 でなおかつ上げれなければ、結果としてでも、お廃止になれば、これ、障害者の雇用が断たれる可能性があるわけですから、これ、大変大きな問題ですよ、2000以上の事業所がこの状況だということを、大臣、聞いていただいたわけですから、速やかにアクションを起こしていただきたいと思いままますすでは午後質問を続けさせていいいたたただきますありがとうございまししこの際暫時休憩いたします。